はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は王将戦二次予選のトーナメント表が発表されましたので、速報していきたいと思います。まあその前に、まず昨年の王将戦挑戦者決定リーグを振り返っておきたいと思うんですが、豊島竜王対永瀬王座でプレーオフが行われまして、永瀬王座が勝って挑戦権を得ました。そして渡辺王将に挑戦したんですが、惜しくも2勝4敗で敗退となりまして、リーグ残留となっております。豊島竜王、永瀬王座、この2名に加えまして、羽生九段が4勝2敗、そして広瀬八段が3勝3敗で残留しております。なのでまあ、このトーナメントを勝ち抜けば、この4名とリーグを戦うということになります。藤井二冠は3勝3敗で広瀬八段と同じだったんですが、順位差で無念の陥落となりました。そして、藤井二冠の他に木村九段や佐藤天彦九段が陥落となりまして、この王将戦、二次予選にシード選手として登場しております。ということで早速藤井二冠の参加する山のメンバーを見ていきたいと思います。左上から行きまして、斉藤八段がシードで、斉藤四段対稲葉八段戦の勝者と対戦いたします。そしてその下に行って藤井二冠は1回戦シードで、石田五段対野月八段か井手五段戦の勝者と対戦いたします。ということで、本当に誰が来るかは非常に難しいトーナメント表になっておりますが、やはり、まあ、斉藤八段、そして B 級1組で少し前に任された稲葉八段、このあたりが藤井二冠の強力なライバルになってくると思います。また斉藤四段も各棋戦でまんべんなく活躍している若手の有力株ですので、まあ、斉藤四段が勝ち上がってきても全くおかしくないかなというところですね。ちなみに石田五段は藤井二冠があの伝説の77同飛成を指した時の相手となっております。まあ、各棋戦で実績十分で、まあ、十分勝ちに出てくる可能性あると思います。ということで続きまして左上を見ていきたいと思います。こちらは糸谷八段がシードで、佐藤康光九段対佐々木七段戦の勝者と対戦いたします。そして木村九段がシードで、山崎八段対、八代七段か渡辺大地五段戦の勝者の、勝者と対戦になります。まあ、こちらも本当に難しいんですが、まあ、糸谷八段、佐藤康光九段、そして山崎八段と A 級棋士がずらっと揃っておりまして、まあ、誰が抜けてくるか本当に予想がつかないですね。そして、こちらですね、右上行きますが、三浦九段がシードで近藤七段対沢田七段戦の勝者と対戦いたします。そして佐藤天彦九段は菅井八段対池永五段戦の勝者と対戦になります。まあ、こちらも実力者が揃っておりまして本当に難しいんですが、やはり前期リーグ入りをしていた佐藤天彦九段、そして A 級棋士の菅井八段などが、候補になってくるでしょうか。まあ、個人的には、近藤七段 B 級1組でも非常に安定感がありまして、まあ、いつでも A 級に昇級しそうな実力者だけに、やはり、ちょっと近藤七段をね、この中では押しておきたいなと、予想しておきたいなと思っております。まあ、ぜひ皆様の予想もお聞かせいただけると幸いですので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、ちなみに一応ちょっとよく聞かれますので、藤井二冠のそのリーグ入りの確率はどれぐらいになりますかっていうお話なんですが、まあ、そうですね、1回戦では、ごめんなさい、2回戦ですね。この、まず石田五段か野月八段、そして井手五段戦では、まあ、大体ですが、勝率、期待勝率では8割から9割となっております。そして、もし1回勝てれば、まあ、稲葉八段、斉藤八段、斉藤四段の、いずれかと当たるんですが、まあ、こちらはそうですね、今のところ斉藤八段が一番、この中ではレーティングが高く、もし仮に斉藤八段が来たと仮定すると、期待勝率は 70% 程度という形になります。まあ、ということで、まあ、約 60% 程度という状況ですね。ただ、まあ、つい先日もやったんですが、藤井二冠スケジュールが非常に多忙になっておりますので、まあ、ちょっと調子を崩してしまわないか本当に心配ですね。まあ、王位戦、棋聖戦に加えまして、まあ、叡王戦ももし6月22日、そして6月26日に連勝すれば、叡王戦も挑戦者になって、まあ、その7番勝負がスケジュールに入ってくると。さらに、棋王戦のトーナメント表も発表されましたし、また、順位戦もあるということで、藤井二冠かなり過酷な日程となっております。まあ、そこにこの王将戦、二次予選がこう、加わってくるわけですから、本当に一体どうなってしまうのかと、非常に心配なんですが、なんとか勝ち抜いて、またリーグ入りを果たしてほしいなと思っております。ちなみにもう一度言っておきますと、リーグ入りメンバーは豊島竜王、羽生九段、永瀬王座、そして広瀬八段ですね。この4名に加えまして、この二次予選を勝ち抜いた3名が
王将リーグを戦うという状況になっております。まあ、本当に誰が挑戦するか、まあ、誰がリーグ優勝するかっていうのも本当に難しい予想になるんですが、それはまたリーグ入りの人たちが決まった段階でやっていきたいなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。